次が54戦目かな。うん、54戦目。ギジルテクさん。うん。北海道のギジルテクさん、対戦よろしくお願いします。うん。これ54。ダイヤモンドスライムと、オリコンボ、あと、ギュメイ将軍にチョコレートゴレム。うん。何がいた今。そうそう、オニコン。うん。まあ、オニコンとギュメイ将軍がね、執念持ち。うん。で、チョコレートゴーレム、チョコゴーレム、何してくるかな、これ。まあ、ダイヤモンドスライムはね、もう盾って書いてあるからね。うん。うん、そりゃそうだ。うん。防御？え？ん？ん？どういうこと？防御？なんだ、バイメリットを確実に通すために防御したってことかな。ちょっと今までとちょっと違うよこれ、戦法が。からのギガブレイク。なんだ、特性が気になるな。バイメリットっていうのは、あの特性の、発動率アップだったっけ。うん。あ、会心完全ガードは痛い。あ、けど落とせたら問題ない。うん、よく落とした。うん、からのスクルト、ちょっと遅かったね。うん、そこちょっと高度早い系モンスターにしとったらダイヤモンドスライムは落とせなかったね。からのドラゴンバー、眠り攻撃、眠らないぜうちのキングヒドラは。どう動く。一旦目の防御が非常に怖い。セレノタ冥界だから意味ないんじゃね。意味ないよね。だよね。やっぱ冥界はいいね。うん、回復役がいるパーティーに対して冥界ってのは非常に有効。うん、ギャンブルカウンター、けどギャンブルカウンターでこの値だったら問題ない。あ、そういうことか。ギャンブルカウンターの発動率を上げたってことか。だから防御したの？そういうことだよね、多分。OKOKOK。うん。残りに痛い。もう一定離れがね、ないと。兜割りなど、決められない限りは、勝つる。で、結構硬いんだよね、チョコゴーレムが。このダメージ量は多分ね、メタルボディ、いや、そうか、ライトメタルついてたっけな。ライメタかな。けど、ギャンブルボディじゃなくて、ギャンブルカウンターはついてなかったと思うから、つけたんだろうね。うん。さあ、ファイナルラウンド。これ、勝つったね。さ、ベラガイア、うん、通常攻撃がね効かないなら魔法で攻めるしかない。溶かしてしまえ、溶かせ、落ちない。あ、破壊力。オッケー、これは勝つった。うん、はい、ギジルテクさん、対戦ありがとうございました。これで、31勝の23敗ですね。よし、55戦目、ニッキーさん、ニッキーさん、 ALB のニッキーさん、どこどこどこ、何これ、この国旗見たことないわ、国旗知らんわ、その何それ、 ALB って何、アルゼンチン？違うな。B じゃない。まあいい、まあいい。惑わされない。で、相手のパーティーは、レオコーンと、なんだあれ？ちょっとわからない。レオコーンしかわからない。レオコーンはね、ドラゴンクエストモンスターズ、スーパーライトの S ランクモンスターの中でも一番弱いとされているね。オアコーンって言われてるからね。終わったコンテンツの
まあね、こっちのモンスターズ2の世界ではね、そんなことはないからね。うん。で、大きくしてるよね。うん。もともと1枠だからね。うん。あ、ルギウス。魔戦士ルギウス。だがしかし、マット・スミスを動かしちゃったらもう、まずいよ。うん。もうこれはルギウス対、ルギウスじゃないわ。ね。オワコン、オワコンじゃない。レオコン対、キングヒドラだね。うん。暗黒騎士ガイア対、あの、カオス・オブ・ドラゴンだ。うん。もう、カオス・オブ・ドラゴンじゃないな。相当のサンダードラゴンか？違う。お、いたよね？なんか、5つ首っていうか、スピリッツなんとかとかいなかったっけな。遊戯王の話はいい。やばいな。押されてるな。シップ好き。まあ問題ないね。巣からまだ溶けてないからね。いいんじゃね？だいぶ押したでしょ、これで。いける。地獄の踊りとかがない限りは勝てる。頼むぜ。いいね、ハイテンション。勝った。999、ハイテンションやっぱいいね。うん。はい。ニッキーさん、対戦ありがとうございました。32勝、23敗。うん。ALB ってどこだろうな。ググっとくわ、後で。はい、次。ハセポン、パセポンさん。うん。56戦目、パセポンさん。対戦よろしくお願いします。広島勢ですね。56。メタルスライム？シルバーデビルもいるな。ギュメイとシルバーデビルと、スライム防具、あとメタルスライム。その意図は一体どういうパーティーだろう。メタルスライムが身代わり打ってくるか？テレテレ坊主。なんで？なんで一匹だけなんか名前つけてるの？なんで愛着湧いてんのかな？スライム防具好きなのかな？うん。アタカンだな。メタルスライムアタック簡単だな。で、スライム防具はね、なんか執念持たしてる人が多いよね。あ、もともとついてんのかな？執念は。で、いや、これいけるな。マット・スミス動けそうだな、これ。耐えろ。耐えろ。あー、微妙、無理か。厳しいかな。あー、厳しいね、これ。厳しい。頼む。おー、オッケー。いいね。一匹か。よし。よし、オッケー。麻痺でもよかったな、けど、今のところ。毒打っちゃうからね。うん。消しとけばよかったな。ハイテンション。うん。で、ここで2ターン目から身代わりを使ってくる。賢いね。うん。もうだって、結構全体的にダメージを振って、1ターン目はメタルスライムに何かしら動かす。そして2ターン目からはもう、ね、準備は整ったから、そっから身代わりを放っていく。頭がいい。うん、賢いわ。大学出てるな。うん、大学出てるレベルのあれだわ。うん。エテみたいな脳筋ではないわ。このパセモンさんは。うん。で、一応ね、状態異常はぶちかましてるけど、このメタルスライムをね、落とさない限りはちょっと厳しいよね。もうエテはもう防御策だな、完全に。毒ダメで、なんとか落とそうとしてますね。しかし、連携攻撃放たれるとは思わなかった。毒でなんとかしようとしたね。だってもう落とせないんだもの、メタルスライム。落とせない。それだったらね、この毒ダメ、耐えろ。落ちない？落ちないね。まだ落ちないね。うん。結構ね、そのヒットポイントゲージ全体のね、結構減ってたから、これ防御ワンチャンあると思う。うん。
これ賢くない。これバカ。誰か言っとるやん。誰か言っとるやん。で、もう輝く息。ギリ、もう虫の息だわ、もう。あ、もういい勝負なんだけどね。もうこっちもうナノだわ、こっちのヒットポイント。相手もほんとギリギリだと思うけど、もうファイナルラウンドで、冥界も晴れちゃってるからね。もうここで回復されちゃうと。もう一押しあれば、落とせていた。まあ、これはけど、厳しいね。もう身代わりされてっからね。うん。もう最後ぐらいちょっとナメップで身代わり解いてくれるかなとか期待したけど、結局身代わられちゃったからね。うん。で、連携攻撃。息のレオ。カンストダメージでオーバーキルされていく。はい。パセポンさん、対戦ありがとうございました。32勝24敗。うん。はい、では次パートいきます。